夜町アイドルプラザは、MBS ラジオで2014年4月4日から9月26日まで、金曜日0時10分から1時に放送されていた、ご当地アイドルを取り上げた音楽バラエティ番組。毎日放送が2014年春に新館をオープンさせるにあたり、新たなオープンスタジオとして開設した、チャプラステージで、公開録音を行った。関西を中心とした、 ご当地アイドルのライブパフォーマンスや番組 DJ の各転足がアイドルの素顔に迫るトークセッションの模様を放送。同年5月からはゲスト出演のアイドルが毎回一組となり、チャプラステージでの公開録音の他にスタジオで収録したトークも放送されていた。チャプラステージでの公開録音は原則として各週土曜日夕方に2週分行われ、一部の回を 覗いて自由に見学することができた。2015年3月8日に MBS サンデースペシャル枠内で NEC プレゼンツ MBS サンデースペシャル帰ってきた茶屋町アイドルプラザとして特番を放送。公開収録は2015年2月23日に事前応募による招待制で行われ、学天即と鈴木健太が MC を務めた。ありがとうございます。